堀内雅美は日本の俳優。本名、堀内雅美。東京都世田谷区出身。兵庫県神戸市在住。東院学園高等学校、東邦学園芸術短期大学卒業。泉企画、石淵事務所、オフィス網を経て、ブルーベアハウス所属。父は映画監督の堀内孝。おじは日本におけるモダンバレーの創始者、堀内寛。 いとこには、セントルイスバレエ団のオーナーで、芸術監督の堀内元、ユニークバレエシアター芸術監督の堀内み堀内香織、陶芸作家の服部真紀子がいる。次男は、俳優の堀内ゆ太。新宿アートシアターで上演されていた、清水国夫作、荷川幸夫演出の、心情あふれる,る軽薄さに衝撃を受け、舞台演出志望となる。 東方学園芸術短期大学では、仙台コレや、清水国を、蜷川幸男に支持。劇作、演出を学ぶが、在学中に、TBS のプロデューサーにスカウトされ、1973年、金曜、ドラマ、我が愛で、俳優デビュー。1974年、鳩子の海で、ヒロインの憧れの人を演じ、全国に名を知られる。その後、実相寺秋雄監督と出会い、 個性的な役柄を次々と演じるようになる。若い頃はナイーブな青年役に持ち味を発揮していたが、以降、乱心する、隔役、エキセントリックな黒幕的役柄を中心に、特撮作品や時代劇にも多く出演。ちなみに、堀内に影響を与えた先輩俳優は、山崎努芦足田晋介、森重久や、勝慎太郎、岸田森。 藤岡拓也らがいる。1.17希望の明かり長男がアトピー体質で一向に改善せず、医者にアトピーには潮風がある場所がいいと言われ、東京へ行きやすい関東近郊で探す選択肢もあったが、海と山に囲まれ自然も多く残る神戸市に決め、妻も大賛成してくれたこともあり1984年から一家で移り住んだ。 1995年の阪神、淡路大震災の後には、神戸市民の合言葉、頑張ろう。神戸を提唱。合わせて、市民ボランティア団体、頑張ろう。神戸を、結成、避難所、仮設住宅、復興住宅で被災者支援活動を展開する。2002年7月、震災だけでなく、事件、事故の遺族も参加する認定特定、非営利活動法人、 阪神淡路大震災1.17希望の明かりを設立。2015年まで理事を務めた。神戸市役所南隣の東遊園地にある慰霊と復興のモニュメントゾーンに建立された1.17希望の明かりの碑文は堀内が書いたもの。全国各地で震災から学んだこと、市民活動について、町づくり、生徒し、子育てなど関連する講演活動を行っている。 2004年にはイベント限定で堀内正美フィギュアが発売された。企画は玩具プロデューサーの安西レオが、原型制作は似顔フィギュアの造形家、佐賀江博が手掛けた。また社会貢献活動では、自らの阪神淡路地震の経験を生かし、関西の被災者から東日本大震災で被災した人たちへ、義援基金ではなく救援物資とメッセージを送ることで、 被災地を助けようという趣旨でタスキプロジェクトを立ち上げた。2010年からは俳優業と並行して調剤薬局を経営している。2017年7月1日にツイッターでブルーベアハウスに移籍したことを発表した。幸せの村祭りやボーイスカウト神戸第65弾によく遊びに来る。特技は料理、神戸弁。ありがとうございます。